があります。お前ほっちゃん、ほっちゃんお前21におんねんで、今日何考えてんねんバカ野郎かお前。あ、ノエルでもカルルでもいいから早くどちらか五輪中願ってください。さあ A リーグの方試合始まりました。バングが先に触っております。シール1枚つけてミコンボミスってコパンでごまかす。ステップが強いよ。タイガーから画面端コーンミスったけど気にしない。さあグローラーで暴れる。さあドッグが当たってカウンター。グローラーが出なかったから。ゲーラン刺さる。スライドからしっかり拾う。落として釘。さあジャンニー C かなんか知らんけどなんかそんな技やる。東照だ中段入ってよろけを利用して駒投げを入れる。何する。そうシャガパン刺さって一本選手は夏場のバングで、右の方がカルルが勝ちましたね。次ですね、西川くんと伊吹吉さんお願いします。 B リーグの方です。西川さんと伊吹吉さん、左の方はアズニャンが押されております。なんだなんだ、じゃん 6C かなんだ、変なコンボやってるぞ。さあ落とせない。さあ何 2C かなんか知らんけど、さあ刺さった痛い。さあどうする。さあ仮面ライダーが押している。さあ何もないところ中段。タイガーから裏回り、これが見えない。ただしゃがえをこすってると勝てる。釘。さあここで風林火山をぶっ放していく。まあまあある。何するの。グローラー弾かれてゲージじゃねえわ、時間を稼がれる。何する。当たらない。暴れる。さあ誰もなかった。釘が刺さってもう一本刺さった終わる。あと3本。さあよいや3本発射した。勝ったのは夏ら2-0。しましょう。地上戦はタッチ牽制などを使いましょう。飛翔剣もあるぞ。あ、小森さん初参加ということで頑張ってください。まあ、始まりましたね。プラチナが逃げてスワローで何かしとる。ジャンシーカウンター痛い。ドリームサリー証券。さあなんか変な移動の仕方して中段が入る。さあ繋がらない。泡が怖い。ガードジャンビーから空中くらいスワローで何かしている吹雪体育。猫が当たる。 6C なぜかしてそこの落ち際に当たる。エリアル、ペルシャ、地面2700。スワローをガンガンかわしていく。三振。さあ泡がうざい。さあしっかりコンボつながらないけどそこは戦勝弾でいいっすよ。バースト勝った。2-0で西川くんやね。じゃ次ですね、鬼畜メガネとソウ B リーグでお願いします。鬼畜メガネ、鬼畜メガネ準備してよ。証券の牽制が当てる。バットが無敵があるのでちょっと危ないですよ。さあしっかり立ち回る。ジャンビーを振っていく。さあプラチナが差し込んだけども、さあ当たった、当たってない。さあジャンビーの暗い判定に泡が入る。中段入ったけど繋がらん。バット暴れ、補正がきつい。さあコンボできない。この男ミラクルジャンヌのブレイクバーストじゃねえわ、なんだっけ、なんか
クラッシュトリガー、さあコンボできるかな。さあできない。さあミサイルだけ撃っているこのクソプレイヤー、帰れビリオ帰れ。ミドさんの白面ですね。だから嘘やじゃん、ゴミゴミゴミクズがとかじゃん、嘘じゃん、一緒じゃん、北斗とやってることは変わんねえじゃん。ケチクが 2-0 やね。正岡さんと少年お願いします。 B リーグ正岡少年、なんか新しいタイトルやろ。いやそれも言え正岡さんの若かりし頃みたいな感じでなんかあれやろ、なんか甘いひとときなんか正岡少年、まあ早く少年は死んでください。左の方ではゴム状況、ゲージはミド側がはある。さあ攻めているのはアズラエル、中段通った。一本選手したのは運送や。もう疲れたさあそれは引っかかるよね。さあしっかり直画から社外で割っていく。新しいコンボをきれいにステップで逃げて固める、有利フレームを取っていく。さあ第 2C でぶっ込んで、さあ着地ずらし暴れている。立ち A 対空、アズライムも立ち A が空中ガード不能みたいですね。白面と一緒でまた珍しい感じ。 6B カウンターヒットしたけど生当たらん。 6A 対空、レンカ運んでグレン、新しいジャンシー貼り付け。さあゲージがあるよジャンニーシー、ダンテツ、さあアギと何するの。ロケタイクジャンビーめくり、さあ 3C 下段が刺さる。取り返していくのはミド白面、そして右では少年が死んだ。お疲れちゃーん。じゃあ D リーグの方を始めていきましょう。ゾンビウマと林原が真ん中の台でお願いします。じゃあ林原飛ばそうか。大嘘とゾンビウマお願いします。ゾンビウマと大嘘さんお願いします。さあカウント始まったよ。ネシからカウント、ああ運送屋が最後を与えた。いいね。さあ拳で殴って運送された宇宙の果てまで。投げ通った五輪銃、はいはい昇竜じゃねえヘルズ。さあ左の試合、ジン対バング。バング今回全然わからんけど、まあ、ジンが結構強いらしいんですけど、ちゃんと対応できれば強いんですけどね。6A がダメ。さあ触っているのはバング、証券立ち見入って画面端列強を使って、さあ繋がってないぞ、青いぞ。さあジャンビー中段入ってカウンター、エリアル総称だ。さあ何もできない。投げすかった、なんか今回投げすかりやすくない。
ああバリ投げ狭だったんだよ。なんか空中投げと地上投げ間違えたじゃん。セバマセルン空投げいつも通り背中吸うじゃん。ゾンビウマが勝ちました、おめでとう。知らねえよ。こんな時期が、林原終わった、林原、林原と大岡さんお願いします。仮面ライダーが切られております。石化人エリアルできる、できない、補正がきついねそれ。うん、よろけを利用したこのいやらしい駒投げ。まあ夏菜さん常にいやらしいですからね、ほんま。立ち見入って五輪中するんじゃねえこれ。入るのそれ。入った。風大噴火の保証はどんぐらい。まあまあ減る、無理やろ。あ、いけんの。殺しきった。勝ったのは夏菜さん。ややこしいねお前、もうほんまやクソか、お前だからビリオ言われんねん、だからビリオにしかならへんねん。グローラー、ゴミクズが。さあ白い白面、ジャスティスっぽいなカラーが。お、無限発動、ゲージを貯める。ダニシ特攻、さあ2ミリ拾ってたけど、さあマギーか、投げ余裕でしたね。さようなら、君のことは忘れない。さあ逃げられない、シュキシュエンマ。さあ安い当て身が出る前に1800、安っ。泡の泡じゃねえや、なんだ、 6A バンバン振ってる。サウラアイパン、画面足できるの、しっかりできている、珍しい。アンフィレがコンボミスらない、アンフィレがクソゲー。あー五輪中お疲れちゃん。さあこの2ラウンド目も多分死ぬでしょう、頑張ってください。雪風奥でね、めっちゃ減る、4200。うわ初見殺し。ガフガフ、あ、月面のやつ、アギト連火。さあバット捨てて、ミサイル捨てた、ボム捨てた、ハンマー持った、ワンチャンにかけた、マミーサバナして、ゴブリン銃、そんなことはなかった。三振、中断、中断、ただれている、逃げれないけど暴れから、さあ割れた、タッチドリームサリーの、さあジャンビジャンシー、ハンマーで落とす。さあキシュキシュエンマーボム。さあ怖いよ怖いよ怖いよ、グリーンボム当たった、ワンチャンあるよ、ワンチャンあるよ、投げ通れない、ダンビー、ダンテスが怖かった、ボムがある、当て身も怖かった、ミサイル当たった、あー差し越してる、ピコハンあるぞ、何するの、キシュエマ。右で勝ったのは大岡さん、おめでとう。C リーグやんな、 C リーグの方を見ていきましょう。これはイカル、そう、 Q さんのアズラエル対小文字さんのジン、四国フラウラー、あれ多分吸収らしいですね、今の飛翔拳を吸収したんでしょうか。あとステップ、このアズライルのステップがかなり面倒くさい、無敵があるようです。おっと
優勝した球を飛ばして、おお結構長い弱点がついた。足でワンコンボ、まだアズライルがどういうか、かなり火力のあるギャッ、あ、えま、ヘッグ3800ゲット、そう何かか全然わからないけど、とりあえず空中攻撃がヒットして、そのままコンボつないで勝利したのは Q さんのアズライル。2ラウンド目、とこのステップ裏回りが見えない、そう翻弄されている、そう吹雪でギア跳ね返していく。おっとあの裏回りも2列かなんか置いておけばカウンター取れるかなんかするみたいですね。さあところどころフェイスフェイスとダメージが蓄積していく翔剣が、おっと荒ぶるが荒ぶるアズライルのボーンがかなりこれが面倒くさそう。そう 6D ヒットして、 6D じゃないか 4D やね、 2D か全然分かってない。エイリアルで2994、ちょっと夢を認識したか。さあ弱点がついている、かなり痛いが投げない状況、バースト入った。さあ下の弱点が消えて、さあ弱点も完全になくなった。さあ体力的に、おっとさあフィで逃げて、おっとこの技が死にはしないが非常にまずい状況になる。さあガー弱点が2つつくとあの技がガフになるかみたいですね。さあ A リーグじゃねえわ、C リーグかな。ビデオのプラチナと、夏は仮面ライダーのバング、まあビリオが死ぬでしょう、頑張ってください。しゃがんでいる、いきなり挑発、投げられて終了。はいお疲れさん、そりゃそうなるわ。ボム巻いてミサイル取った、何してね、攻めていく、ミサイル巻かない、よろけを利用して、これこればっかやってるそれ以外できへんのか、マミさん。ジャンシー当てて、さあ見えない見えない見えない、ガードしてたけどミサイル巻いて当たっている、なんか知らんけど当たっている、下段刺さった、画面足マミさん指導の安。さあ抜けられる、確定ダウンはちょっときついかな。さあ焦っているのかマミさんバランス、さあ右ではゴミクズゴミクズゴミクズとガン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 言っている、ゴミクズゴミクズ。さあ怖いよ、体育、さあフェイタル怖いよ、死んじゃうよ。さあ左はバン夏のアバンが1ラウンド取っている。さあ総称だ、さあ空中総称だ、3200、まあまあのダメージ。さあ右がおお、そが勝っている、ゴミクズと言われた割には勝っている。え、さっき言われたゴミゴミゴミクズかとか言って、まあ、手が3杯やから。じゃあ次ですね、次 D リーグ俺と大岡さんお願いします。さあ試合の方を見ていきましょう。ジャンシー直撃がしていたな、6D がヒットするがカウンターではないのでつながらない。さあ表現飛ばして、さあ 2D が使ったところにしっかり差し込まれてしまった、グレンで飛ばして、おお運んでいる。ジャンシーフィット、ジャンシーエンド、奇襲円まで潜り込むガードされて投げ落として、とこれが結構補正がきついようでなかなかつながらない。
と当て投げ 6A3C フィニッシュ。ゲート玉は温存、終焉まで近づくが、外から投げで個性を切っていく。条件条件じゃないわ、無双それ以上が勝った。初反則で踊るバーストで抜けていく。条件飛ばして連覇下段がヒット。1本取っていたのはミドさんのハーフメン。さあ2ラウンド目といきなりグレン。さあ3発は結構重たいから1発食らうだけでかなり厳しい状況。しっかりワンコーン、ジャンシー地面証言飛ばして近づいて崩していきたい。ショッキングヘッド、おおそれは何だ。悪面が投げをどうした、ま、だガーッジャンプシーでここはいけなかったか。クレーンがガードしている。さあ悪面側ゲージが厳しかったこれさあ列強が漏れてしまったか。3C でしっかりとどめを刺したのはミドさんのハーク。はい、すいません、ちょっと放置しましたね。A リーグじゃねえや、C リーグですね。 C リーグ、Q3 対、ビリオプラチナ対アズライルですね。お願いします。横の画面では北斗が繰り広げられていますが、さあこっちの北斗が繰り広げられるのか、それともクソゲーが始まるのか。さあ爆弾を置いて、さあ突っ込んできた風投げ通して拾える。画面端とりあえず下段弱点低いよう、しかし当て身で返されて中段入って画面中央へ引き戻していく。一気に画面端まで行きましたね。さあボムを置いて、ボムじゃねえミサイルを置いて、さあ中段に荒ぶる魚ポーズ、猫を回避、ミサイルはさすがにガード固められて投げられない。さあ突っ込んできた、設置なんて関係ねえ。上段ガーフと上段弱点取って、さあどうする、中段入った、一体これだけ3発で2300、重たいですね。さあマミサで突っ込んできた、ちょっと反応が遅れた。画面端へとりあえず移動し、ハンマーでガードブレイク、しかしここでバースト。さあミラクルジャンル爆弾取って暮らしていく。さあブルータルスイング決まってしまった。ブルータルスイング違うな。さあ2本目、若干ビリオが押している画面端。さあ中段入った、入れ替わって画面端入れていく。さあ上下段弱点がついた荒ぶる鷹のポーズは 5C で潰されて、壁ピターンからしっかりコンボ、エアベル社の壁ずさ、壁じゃねえ地面ずさ。さあなんかハンマーが見えたけど、アズライルの方が一歩早かった。さあラピッドして裏回り、見えない見えない、画面端へ押し付けて、さあプラチナが割れている。ミラクルジャンル爆弾取ってそのまま投げていく、アラブルタカのポーズ、爆弾投げて弾を振って、さあもう一回ミラクルジャンルニャンコを取っていく、ニャンコっていうかライオン取って、さあもう怖い中段振っていく。さあ3試合入ったカウンター、ニャンコじゃねえライオンで締めて、ビリオが1本取り返す。さあ横の台ではゾンビウマ対林原の勝利ですね。お願いします。さあ D リーグ次ですが、どうしましょうか。これとボルさん、あっ、めんどくさいんだ。これとオーカさんしましょうか。これとオーカさんお願いします。D リーグの方は大岡さんと大佐さんお願いします。
さあ運送屋が勝ちました。これが力のせい。ごみちなさ戦いを抜いたらなんぼなんかな。1-2-3-4-5-6-7-8-4試合かな。さあアギとカネッパはカル設置して前と同じ攻撃。せい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 言うてる。スパーク当たってなんだなんだなんだ。ホタルアギと後ろ投げのなんか左でもアギと、さあ攻めてきた。バングが攻めてきた。よろけを利用して次はやらない。駒投げかと思ったけどそんなことはなかった。下段刺さってのスパーク入ってビードラ確定取り返していく。おそう右左はミドさんが一本選手。さあ男子巻いてさあ直がしっかりさあ割っていく。さあ飛び逃げを予想。中段入って2尾が遅い。2尾マジもっさりしすぎやろ。さあ懐かしの連下1ダメコンボ。もうボーナス補正はありません。五輪中です。男子めっちゃ減ったよ今。めっちゃ減った今。さあ奇襲エンマーちょっと遅いかな。 4C にぶち込まれる。さあ立ち D が入ってしまう。 6A 固め直し。中段の立ち D の駒投げやっぱりやってくる。 6A 体育連下連下早な。あずっとストップかな。ジャンプ逃げ立ち A 体育。さあギトが出ないのかな。画面走ったのはミドさん。さあ中段 6D の頭無敵やからもちろんそうやろ。あるよ。さあ勝ったのはミドさん。さあ位置抜けの決定戦、 Q さんのアズラエル対夏ノアさんのバング。見せる腹筋。さあ最初にダメージ取っていったのはアズラエル。しっかり弱点もつけている。さあバングはクーゲーム。まあで空気を置いている。さあ弱点がたくついた。さあウィッケ打ち上げられるがコンボの刺激ができないのかな。さあドッと大工で落としたがおダッチへカウンターするがコンボに持っていけない。そう弱点がつけれなかったがターンは握っている様子。下段がついた。下段の弱点がついた状態で体力的におっと両方ついてしまった。これはかなりまずい状況が、しかしあとバーストをガードポイントで取っている。しっかりつないで、あーっと暴れていた。1本取っていたのは Q さんのアズラエル。さあ2ラウンド目、ノックギアまずヒットする。空気を設置して、空中ではバンがカウンターで負けてしまうが 2D が見えたがカウンター取られてしまって弱点がついてしまう。デストライクで落として下段が相変わらずついたままだが、しっかりエリアに持っていきたかったが落としてしまう。さあこれで弱点が消えた。さあ男らしいガード。ジャンニシーか何かな。あかなり面倒くさそう。おーっとしっかり 2D 対空で落とした。
ボディーランディーで落としてと 6B はやらなかったのかな。さあこのボディーコマ投げ決めていく。さあカー以外のシールが揃っている。あと空気も1本しか残っていない。この裏回りしっかりガードしている。じゃあラピキャンでしっかり固め直していく。固めて固めてまだゲージを吐いてどんどん押し込んでいく。おっと中段をバックステ返して弱点が2個ついてしまって、これはさああと一発もらった苦しい状況。あっとこの状態をおおガードしてる。空中ガードできるのかな。さあフィニッシュ、しっかりコンボ入れきでしょ。一本取り返すのは夏田さんのバング。さてゆりおりみたいなことをしようとしたのが入らないのかな。バンクを持って空気を設置していく。おーっとグローラーが使ってしまった。しっかりカウンター取って前。さあ体力大幅に、おっとボディー、あテキも投げていく、テキじゃないガードポイント投げていく。さあ逆にまたコンボもらってしまってかなり苦しい状況に陥った。おっとこれは決まってしまった。新しいリリーですね。シールが溜まっていると出せる瞬間移動コマ投げみたいですが、綺麗に決まって勝利。